1983年の阪急ブレーブスでは、1983年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、2回目の上田理事監督体制の3年目のシーズンである。就任3年目を迎えて、もう一度優勝すると、意気込む上田監督は、主力打者の加藤英二を放出して、広島から水谷実を獲得。また、 ヤクルトへ移籍したボビー・マルカーノの穴埋めとして、ブーマー・ウェルズを獲得し、マルカーノが守っていた二塁には、ブーマーと同期入団のバンプ・ウィルスが入り、引退した島谷・金次に代わって、松永・博美が三塁の定位置を獲得するなど、若返りを図ったものの開幕後は前年優勝の西部の独走を許し、苦しい立ち上がりとなった。5月以降は立ち乗って日本ハムとの、 A クラス争いを演じたものの最後は西部に17ゲームの大差をつけられ、10月10日には敵地、西部球場で、広岡達郎監督の胴上げを許したがなんとか2位で、シーズンを終えた。投手陣では、山田久志、今井裕太郎、山岡幸彦が1年通して、ローテーションを守り、抑えの佐藤義則がこの年も活躍したが、防御率がやや高めで4.16のリーグ3位。 打撃陣では、広島から遺跡の水谷が開幕から4番に入って、打点王を獲得し、福本豊とこの年加入のバンプ、トリプルスリー達成のミ野田浩二がグラウンドを走りまくるなど200盗塁は、リーグ1位で157本塁打は、リーグ2位だったが期待のブーマーが17本塁打に終わった。ありがとうございます。